秩父川瀬祭りは毎年7月19日と7月20日に開催される埼玉県秩父市の祭りである。宵宮宵宮屋大巡行の様子平安時代に各地で流行した祇園祭りがその前身とされる。1659年の文書に川瀬祭としての最初の記述が見られ350年以上の歴史を持つ。 秩父神社の境内にある日おみさの霊祭であるが、一般には冬の秩父夜祭りに対する夏祭りとして認知されている。秩父夜祭りに比べると知名度は低いものの、1日あたり4から6万人の人出がある。19日の夜には秩父河瀬祭り花火大会も開催され、祭りに花を添える。秩父神社とその南側の市街地には交通規制が敷かれ、 屋台4台とカ箱ボ4台の計8台の出汁が巡行する。子供が主役の祭りとされており、出汁の最前部に乗るのは小中学生の男女である。引きでは老若男女の混合で方向転換などのジャッキ、手こ棒の操作は男性が行う。大通り添いは模擬店やイベントなどで賑わう。13時頃から出汁が市内を巡行し、夜になると8台すべてが 秩父神社に見合いする。そして、境内の建物の一つである、平成殿の正面入り口に高さ6メートルほどの柱を立てて、佐野を迎える天皇柱立神事が行われる。それが終わる頃に秩父河瀬祭り花火大会が始まり、ちょうど平成殿の背後に重なるように花火が打ち上げられる。そして深夜になると、若者が荒川の水を汲みに行き、それを町内に巻いて、 清めを行う、お水取り神事が行われる。十時頃から、出しが市内を巡行し、十四時頃に、中村町の広場に集合する。それとは別に十三時頃に、信仰行,行列が、秩父神社を出発し、出汁の集まった広場の前を通って十五時頃に、荒川の竹行美波下元の河川敷に到着する。そして四十人ほどの若者がみこしを担いで、 荒川の清流の中を威勢よく進み、最後に川の水をみこしにかけて洗う、みこし洗いの儀式が行われる。そして出汁の巡行が夜まで続いて祭りは終了となる。現在では夜の町内巡行の一環として、東町屋台が道町内にある団子坂を毎年登っている。道坂は夜祭りのクライマックスとなる舞台であり、 夏祭りにおいても有層な出汁の引き上げを見ることができる貴重な場面を今日している。7月19日の20時から約1時間にわたって行われる花火大会。会場は道の駅秩父付近の空き地であり、宵宮で秩父神社に集まった出汁の上空に華やかに打ち上げられる。期間中、秩父鉄道では急行電車の一部に秩父川瀬祭りのヘッドマークをつけて走行する。 2004年から2007年までは、電気機関車4から5両と客車4両で構成された、秩父川瀬細胞が運行され、多くの鉄道ファンが撮影に訪れていた。ありがとうございます。